王運王、雲の肖像王、運字は、水の絵秋、または、水の絵父、号は、正気。新末から中華民国にかけての儒学者。湖南省調査生まれ。幼児から工学で知られ、経学、私学、諸子百科の学問に通じていた。巨人出身で、太平天国の乱の際には将軍を率いる祖、国藩の幕僚となったが、後に意見が合わず辞職している。 その後、戦争特徴、法未記の招兵を受け、生徒の御事と書院で教鞭を取った。湖南省に戻った後は、調査の試験校舎と交尾の船山書院を主催した。1902年、南省高等学堂に招かれたがすぐに辞職して、湖南省に戻り、小規模で講義の生活を送った。1906年、管理委員検討の地位を特別に与えられた。 1913年、遠征外によって、国士官官庁に任命され、参議院賛成を兼ねた。門人は、非常に多く、著名な弟子に陽卓、夏、ことぶき殿、両大羅、栄、竜光大、蔡白石、蝶明、陽将などがいる。王雲は、京成松室陽を主張し、供養学派の長老であった。著作には、小気郎詩集、小気郎文集、 小規牢船、京、八代市船、東七名古都市船、祖中、小書に、小書大連、四京保船、来期船、春秋、九洋伝え船、国領連船、周翼説、週刊船、論語中、自我集下などがある。後に、京学の著作と私文は、小規牢前書としてまとめられた。近年になって竹六書者から、 小気郎史文集と小気郎に一揆が刊行された。将軍史で将軍の歴史をまとめているが、祖国戦によって将軍と祖国藩を軽んじるものとして、反儀を破壊された。これは後に、御子と軽書院の学生によって復刻された。ありがとうございます。